はい、皆さんこんにちは。プロボウラーの角戸秀隆です。前回ね、28フィートの続きになります。今回は、今日は25フィート。28フィートはね、210点出たんでね、今日もいけるんじゃないかなって思います。今日からちょっとね、新しくウレタンボール投げてみようかなって思います。フェイムユーですね。このウレタンでちょっと挑戦していきたいと思います。それではね、第2弾25フィートご覧ください。はい、それではね、25フィートやっていきたいと思います。25フィートはですね、ちなみにどこまで引いてあるかと言いますと、ここです。10分の4ぐらいのところ、とても短くなってますね。こんなの投げれるのかっていう話なんですけど、僕はね、やっていきたいと思いますよ。25フィートなんてね、もう未知の領域なんですけど、まあね、どこまで投げれるかやってみたいですね。200点出せたらいいな。そしてもうついにね、ウレタンの登場です。角戸はこの辺からウレタンが出てきます。それでは行ってみたいと思います。ちょっと打ちミスしたけど、結構粘ったな。やっぱウレタンは先がね、緩いですからいけるかもしらんな。ピンアクション。お、幸先のいいスタートや。天ピンはね、28フィートと同様にちょっと外目から投げます。先が一個もけえへんから。お、いい点数が出そうや。28フィートより高得点が出るかもしれないです。おー、オッケー。25フィートとは感じれないぐらい球がいってくれる。
おそのべし売れたんや。ちょっとウレタンもショートでラインナップに入れとこうかな。33フィートでも使えるかもしらんな。ちょっと曇らせたら、オーケー。ちょっとスーっていったね。危ない危ない。コツ掴んできた。あ、今のはあかん。落としたところがあかんかったな。スペアスペア。危ない危ない危ない。油断した。はい、急フレー。はーい、ピンアクションなし。落ちません。短いから落ちません。普通なら落ちます。はい、テンフレいきますよ。パンチアウトしたいですね。オッケー。先がフーンってなる。先がフーンって終わってんな。終わってるけど倒れる。230点。オッケーオッケー、ナイスゲーム。1ゲーム投げ終わりました。25フィート。なんと237点出ました。ね、今ウレタン使ったんですけど、ベイムユーね。結構先が暴れなくて収まってめちゃくちゃいい感じでしたね。ちょっとウレタンもいいなって思ってしまいました。25フィート、28フィートより点数が出ました。次ね、次回は最後、ついにあの22フィートです。22フィートってどんなやねんって思いますよね。まあ今のところ210点、で25フィートは237点、だから22フィートは点数が上がるのかと思ってるでしょう。上がりません。絶対上がらないです。200点を目指して頑張りたいと思います。それではね、今日はこれで辺で終わりたいと思います。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。